政治家の詐欺劇、馬広瀬めぐみ議員の驚愕の手口。広瀬めぐみ参議院議員は、国民の信頼を裏切る行為を行ったと断定する。広瀬議員は、公設秘書として勤務実態のない女性を届け出し、国から不正に給与を得ていた疑いがある。この行為は、国民の税金を騙し取るものであり、政治家としての責任感と倫理感の欠如を示している。東京地検特捜部は、広瀬議員の議員会館事務所と自宅に強制捜査に入った。勤務実態がないとされる公設秘書は、別の公設秘書の妻であり。広瀬議員側は、数百万円もの不正な給与を受け取っていたとみられている。広瀬議員は、家宅捜索の際に、事情がまだ分かっていないとコメントしたが、これは、責任逃れの典型的な発言に過ぎない。広瀬めぐみ議員の行為は、国民の信頼を完全に裏切るものであり、政治家としての資格を問われるべきである。彼女が言った不正行為は、厳しく追及されるべきだ。皆さんは、このような政治家を信頼できるだろうか。